広島の深海地発展図、半世紀における現在の草津地区での深海地の造成、明治期における交互深海の造成が示されている。草津町はかつて広島県再帰郡に存在した町である。1889年の町村制発足時には草津村として設置されたが、1909年調整を施行して草津町となり、1929年4月1日、 広島市に編入合併して消滅した。南北朝時代からの歴史ある地名で、古代、神宮皇后が、三冠出兵の最古の地に布陣したという伝承から、軍津と呼ばれ、これがなまったという説がある。古くは、旧宗津とも書いた。中世の草津村は、小江村を村域に含んでおり、近隣の小江村、山田村、井の口村と、同様、五福島神社の車両であった。 戦国時代には、当初、五福島社人史配下家の萩市が、草津城を拠点にこの地を支配しその後を大打ちし、当時の勢力圏に入った。五百五十四年以後は、毛利氏支配下となり、水軍の将である小玉氏が、毛利の傍聴遺法まで三代にわたって、草津を統治した。入り江や干潟に富んだ地形は、早くからこの地に港を発達させることになり、城の南にある、 草津港は、毛利水軍の基地になるとともに米、塩などの荷上げ、五福島社への参拝や、瀬戸内の島々への渡船場として賑わい、村には町屋が形成された。半世紀、草津は、広島城下の外交としての役割を果たし、浜田藩の船屋敷が一時設置されていたこともある。また街道筋に位置する草津城市には、城下町の生誕を示す大門が設けられた。 広島及びその近辺の水産物の集産地でもあり、遠方年間以降は、カキの養殖が盛んになり、二ホ島、エバなどと並ぶ特産地となった。さらに沖合に広がる東浅の干潟では、早い時期から深海地の造成が行われた。1870年、沖合に造成された広大な広湖深海は、1889年の町村政発足により、 再起軍草津村が設置されると、その全体が損域に編入された。1909年には、調整が施行され草津町と解消した。新海地であるカノエ馬が、サツマイモ、大根などの栽培が盛んな野菜の産地であったのと、対照的に草津では、住民の多くが水産物の漁獲、加工、販売などに従事していた。1922年には、 広島ガス電気宮島線が恋から草津まで延長され駅が設置された。そして1929年の広島市編入に至る。町村制発足による草津村設置に際して統合された。草津村及び交互深海は草津村の大技として編成された。地名の由来については歴史を参照。現在の草津にほぼ相当する。1870年。 前年の協作による困窮者の救済を目的に、広島藩により日型艦宅がなされ、翌年の完成で交互深海と命名され、全域が再帰軍に編入された。地名は着手された年の江戸に由来する。現在のカノエウマにほぼ相当する。ありがとうございます。